張したし、マジで、何回も噛んで、本当にめっちゃ噛みまくっちゃって、そう。ヤナミありがとう。もうね、ちょっと待って。明日、配信ある。そうよ。いや、なんか、いや、めっちゃ噛んだ。噛むの演技？いや、噛むのも確かに、まあ、自分なんで。アイドルとなんか自分を演じるんで。じゃあ、噛むのも演技ってことで。めっちゃ緊張しとったよ。もう本当に震えとった。本当にやばかった。もう。初すぎて、お初だったので、いや、ありがとう、疲れもありがとう。うん、知り合った？ありがとう。明日もあります。明日は、ちょっと開演時間が早めなんですけど、あります。2公演。で、ちょっと待って、なんかね、画面がバグっててさ、一回ちょっと落とします。ショールームの画面がバグ発生。ちょっと一旦落とします。ごめんなさい。ちょっと？あ、治ったかも。頭がもうダメだ、ブイーン。シハートありがとう、人魚もありがとう。明日見に行く？ありがとう。なんかね、マジで本当に緊張してたんだけど、なんかすごい、めっちゃなんかペンライトもたくさんあったし、うちわもたくさんあったし、めっちゃなんかたくさん名前も呼んでもらって、めっちゃなんかめっちゃ嬉しかったんですよ。もうマジでそれで元気になった。なんかマジで頑張れた。ありがとう。そう、あ、どうもありがとう。ありがとう。なんか熱い人がたくさん、全情報入れずに行こうと思ってます。まだじゃあネタバレは禁止ですね。あとバラありがとうございます。いやね、本当にね、なんかわけのわからんくらい緊張してたし、けど、やつね、セリフもね、ちょっと飛んじゃったんですよ。ちょいちょい飛んでて、でもすごいみんなの、もうみんながすごいたくさんカバーし合ってて、そう、なんとか。緊張しました。こんな感じなんやと思って、ありがとうございます。演技、なんかすごい褒めてくれてありがとうありがとう。明日も頑張ります。2公演込まれた、嬉しい、ありがとう。
然人数少ないからセリフ、いやそうなんよね、基本割と基本ずっと出てるって感じで、もうずっとドキドキが止まらん。今日初マイキューだった？え、初マイキューがこのアイドルズなんて、それはすごい、ありがとうございます、嬉しい。明日ちょっと成長した姿が見れるかな。でも言うて2日目ですけどね。そうなんです、2日間しかないので、もう千秋楽です、明日が。そうなんですけど、そうですね、明日はあの皆さんからいただいたリクエスト曲を歌わせていただきます。中山美穂さんのどの曲かを選びましたのでそう、明日披露させていただきます。なんか昼なのか夜なのかまだ言えないんですけど、明日歌わせていただきます。どうもありがとう。どの曲が選ばれたか秘密です。でもたくさんコメント来てた。でもね、迷った、いっぱいあったけ。今日めっちゃ緊張した、本当に。その何ですか、舞台演劇パートとパフォーマンスパートって、どっちも緊張しました。舞台メイク？でも今日メイクさんに肌やってもらったんですけど、マジで持ちが良くて、なんかそのまあめっちゃあの何ですか、もうバキバキにダンスしたっていうわけじゃないんですけど、バキバキっていうか何て言うんですか、こういつもの公演みたいな感じではないんですけど、でもマジで持ちがいい。なんか何かが違うんですね。たまや、ありがとう。見に行く？明日？嬉しい。なんか昼は下ろしてたんですけど、ちょっと暑くってパフォーマンスしてる時もバサバサってなっちゃったんで、夜は結びました。1個じゃなかった2個ですけど、結びました。実はね、どうしようかね。あとさ、あのお渡し会も来てくださった方、ありがとうございます。ありがとう。すごい、花火タワーいただいた、ありがとう。三浦っちさん、ありがとうございます。ありがとう。ちょっとさ、私タワーのお礼を食べちゃっててさ、申し訳ない。これもちょっと全部終わってから呼び出しさせていただきますありがとう三浦っちさん、ごめんね。全然いいやで、ごめんね。ありがとう。花火ありがとう三浦っちさん。カレンダー、そうカレンダーだ、4。いつでもありがとう。お渡し会どんな感じでやるんですか？お渡し会は終演後に
メンバーが、あ、そうだ、ちょっと待って。このね、このオリジナルカレンダーがあるんですけど、このカレンダーをね、一人一人、こう、お渡しして、ちょっと話せるかな。どんぐらいかな ?10 秒ぐらいかな。そうなんで、終演後ほんと結構すぐって感じなんですけど、10秒くらいかな。そうそうそう、結構長い。でもうん、話せる。いや、そう、なんかちょっとまだ明日あるんですけど、若干ホッとしてます。いや、明日あるんですけどね、若干ホッとしてます。なんかどうなるんだろうと思ってたので、ありがとう。お腹空いた、本当に。ご飯食べて、ネイル塗ったじゃーん、かわいい、ツヤツヤピンク。これさ、始まるさ、開演のさ10分前ぐらいに塗ったやばくない？開演10分前ぐらいに塗り終わりました。もう急いで乾かして。自分で塗ってるか。あ、でも今日これは自分で塗りました。あのメイクさんが塗ろうってなって、これ借りて。何のネイルかな、わかんない。ちょっとそう、今日は舞台だったんでメイクさんが貸してくださいました。そのしないピさん、てかなんか MC、 いや、ちょっと MC をあの4人でやるってのもなんか新鮮ですね。ありがとう。そう、私の衣装は本当はへそ出しの予定だったっていう。おへそは禁止。夜の分もう演技が落ち着いてたよ。でもね、みんなね、裏でね、やばい、頭が回らん、やばい、頭が回らんって本番直前まで言ってました。やばい、どうしよう結構みんなアドレナリンが出まくってた。おへそ禁止令、そうですよ、シティおへそ禁止なんで。なんか禁止って言われたら出したくならん。そういう、そういう感じ。なんかやるなって言われたことをやりたくなってしまう、そんな気持ち。プライベートはいいらしい。どうもありがとう。あ、あとさ、ちょっと舞台じゃないんですけど、個人ファンクラブの、開設の日が決まりました。9月からなんですけど、お待たせいたしましたって感じで、いつ出るんですかってすごい言われてたんですけど、個人ファンクラブが9月からスタートします。
3人ぐらいに発表されてて、ももちゃんとみーちゃんさんかなと私で3人で、そう9月から開設です。ありがとう、嬉しいありがとうございます。なんかね、あのイベントとかができるそうとのことなので、申し込みます。ぜひ会員になってください。よろしくお願いします。ありがとう花火。そう、グッズもある。ぜひよろしくお願いします。ちょっと、あ、すごい、これ星の花火やったんか、ありがとう。やっぱ瀬戸内でしかないよね、イベントとかってことですか。ちょっとそこまではまだ何も明確に決まってないので。そうですね、どうでしょう。私もまだその解説する日が決まったって感じで、そこまで、そうなんですよ。ありがとう花火。DD は入会できないの。今みんなの入会したらどう。え、そんなの無理なの。それは無理なの。どうなの。ちょっとそこは分からんけど。いや、できる。あ、じゃあみんなの入会したらどう一人と言わずどう。あ、みんな何人でもできるんだって。掛け持ち。そう、でもね、負担がそうですよ、いっぱい。ありゃ、ダブルブッキングし、確かにね大変大変。ありがとう金魚。今日いっぱい差し入れいただいててね、もうね、幸せな楽屋でした。いや、言うてそこまでなんか食べれなかったんで持って帰ったりもしたんですけど、そう、そうなんです。何があったかもうなんかわからんぐらいおしゃれいっぱいいっぱいあった。たまや、ありがとう。待って、寝た？ちょっとおやすみなさーい。
首の安定感え、そう、ちょっと首が座ってなくってすいません。お風呂入らんといけん。お風呂が疲れる。その日頑張らんと、最後に頑張らんといけんことって感じがする。癒される場所？だってさ、じゃあなんか頭洗う人とかいてほしい。頭洗う人みたいな、体洗う人みたいな。いいよじゃないんだよ。なんだよいいよって。いいよとは何、何ですかいいよって。いいよじゃねえよーどういうことなほんにね、風呂は命の洗濯？え、なんかすごいかっこいい名言みたいな。風呂は命の洗濯？え、そうなの？体洗ってるだけじゃないの？命の洗濯してんのか。そうか、確かにそうかもな。ありがとう。あ、お湯使ってるよ。今日はめっちゃ寝れそう。寝れそうです。ここ数日なんか緊張ずっとしてて、なんかね、そう、明日でラスト。そうなの。菅だけではもったいない。そうだよね。っていうかね、なんかせっかくこんなに、なんかもうマジで、なんか、そのみんなの空気感がめっちゃ好きなんですよ。なんか、すごい好きで、しかもめっちゃみんな優しくって、そう、だから、なんかもっと、一緒にいたいなって思う。ナッピちゃんかわいいね。かわいい。でもなんか今日ナッピちゃんなんか楽屋で「んとかだよね」みたいに言われて「え、何ですか何ですか？」って全然聞き取れなくって、一個もだからね、会話してよって言われて、そうなかなか会話ができません。困りました。
なんかね、めっちゃなんかね、聞き間違いが多くてね、なんか今日も聞き間違いめっちゃしたんですよ。なんか、スタッフさんが客入れですねとか言ってて、でも私逆切れに聞こえて、え、逆切れですかみたいな言ったら、いや、違います、客入れですって言われて、あ、客入れ、はぁ。でもなんか、マジでね、聞き間違いが多すぎて、あみたいな。あ、何ですか何ですかみたいな感じで。もう私と多分会話してたらすごい疲れると思います。ごめんなさいね、と思って。もう似てない？客入れと逆切れ。もうマジでそっくりなんだけど。聞き間違えるよね。ありがとう。うんだ。え、みんな緊張してたよ。みんな緊張してたけどさ、みんなすごい冷静だった。ありがとう。それ曲練習したよ。結構ね、キャッチミーはね、そのダンスは結構多めですね。キャッチミーのダンスは多いですね。もう中山美穂さんのダンスを、そう、ちょっといっぱい見て、ダンス ST にない感じなんですごく、え、そうだよ、なんかダンサーすごい、すごかったです。カメコの人たち、あ、ね、撮ってくれたみんなありがとう。ぜひあの SNS とかになんか載せていただけたらすごく嬉しいです。こういう時ハッシュタグ何つけてるんだろうね。ハッシュタグ何つけてるのかな。ハッシュタグ何で検索したら出てくるかな。アイドルズとかなのかな。なんかこうハッシュタグ検索決めてたよ、公式さん。嘘、ハッシュタグアイドルズカメコ。あ、そうなの。じゃあハッシュタグアイドルズカメコで検索しよう。あ、 X か、ごめん、ツイッターって言っちゃう。だってさ、私が X ってさ言ったらさ、くれないに染まったの方を思い浮かべません？そんなことないですか？そんなことない。あ、そうですか。あの髪型またやってほしい。え、どの髪型ですか？何の髪型だ？
け、あの逆立ってる髪型。待って、ありがとう。それか、あれですね、大変なんよ、めっちゃスプレー使うんやけんね。今日ナッピに私の握手会来てる人がマイキューのうちわ持ってるって言われたものです。あ、大丈夫ですか。それ大丈夫なんですか。コナツありがとう。修羅場すぎ、汗汗。ありがとうございます。そうだよね、まあグループね。みんなのペンライトカラーもね覚えた。そう、キラちゃんがペンライトカラー黄色で、なんか、なんでみんな2本持ってるんですかって言ってて、いや、なんかメンバーみんな多くて被ったりするし、そうそう、2本みんな大体持ってるんですよみたいな話したら、びっくりって言ってて、そう、なんかグループのなんていう違いっていうか、そう、3本のメンバー、いやね、そうよね、新しく3期生とか3本のメンバーおるよね。48色でも48色あっても私多分見分けるのに大変やわ。これって、これってオレンジ、うん、え、赤、え、何色これみたいな。48色もあったら多分グラデーションみたいになって、絶対分からん。マイキュー見てよって見える？見えるよ、結構見えるよあれ。なんか多分私のそのペンライトフィルムなんですけど、マイキュー見てよっていう私の似顔絵を描いたやつにしたんですよ。で、多分その私の似顔絵が結構黒い面積が多いんですよ。髪の毛とか結構こけしヘアで黒くって、だから割とあれめっちゃ見える。うん、見えます。撮ってる？見える？見える？視聴が激しい。確かに毎回撮ってるの嬉しい、ありがとう。見えるよん。今日ペンライト毎週、ま、毎週だって、毎休だっけ。暖色だったから相当ね。ナッピさんが白かな、白のそのサイリウムペンライトで、千穂ちゃんが水色と白。そう、白白ナッピさん。ソロの時は色変えようと思って、めっちゃいいよ。てかなんか多かった変えてる人、ぜひぜひ。やっぱソロの時にね、ソロの
歌ってるメンバーをみんなで応援しましょう。ね、ペンライトカラー、まあ、4人じゃけ覚えられる。ありがとう花火。知らなかった？え、私もそうだから。そうなのよ、新たな発見。ウィンクの振りみんなでやるの好きね。てかなんかさ、なんかね、すごいね、振りがね独特っていうかね、なんか、いや思わず真似したくなる振りですよ。楽しそうにやる中村、中村？え、なんかさ、ちょっとさ、今日私のこと中村呼びする人なんか何人かいるんだけど私中村って呼ばれてんの？おもろい。あんま中村って呼ばれることないんだけどね。中村呼びの人今日何人かいるんだけど。中村です。キラちゃんとの熱帯魚のやつ好き。ハローウェイ、トゥルルトゥルントゥルフフフ。今日めっちゃ良かったから明日も行こうか悩んでる。最高、嬉しい、ありがとう。ウェーブラ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 ありがとう。陸泡のひな壇みたいで後ろもね、そうなんよ、後ろに座ってます。なんかさ、ずっとステージに出てるってのがなんかいつもないから、すごいすごいと思って。だってみんなの前で水あんま飲まないもん。 STU ってさ、結構水飲んできますって吐けるけんさありがとうございます。キラちゃん、私そう優しいんです。キラちゃんかわいい。水飲むともうすぐ歌わない。そうなのかね、歌う前に飲むからそうだよ、喉潤わさないといけないからね。カラカラじゃいけませんのでね。ペットボトル置いてある。ありがとう、青いやつ。キラちゃんと仲良さそう。いや、キラちゃんね、めっちゃね、優しくってね、もうめっちゃ好き。そう。しかもめっちゃおもろい。面白い。そうなの。ガールズガールズさん、そうウェイトレスのそうお二人もすごいめちゃすごい話してくださって、一緒に
ペンギンってサムマイちゃん私物、私物じゃない、なんか何のキャラクターが好きですかって言われて、タキシードサムが好きですって言ったら、タキシードサム用意してくださいました。イエーイ。人見知りしてた。そんなことはない。いや、人見知りしてたわ。でもそれは初日ぐらいだよ。あ、そう、あとはあんまり、そこまでしてないよ。オン、オン。してませんよ。もらえるの？え、わかんないけど。でもなんかスタッフさんがサンリオピューロランドまで行って買ってきてくれたさったらしい。そのあの、サム、タキシードサムが好きなんですって言ったら、あの、サンリオピューロランドまで行ってきましたって言って、あのね、そう、すごいよね。そう、買ってきてくださった。ねえ、そうよ。56分？もうそろそろやん。にゃんてこったー。明日も夜配信します。お疲れありがとう。また明日？明日は開演がちょっと早いんですよ。昼が13時かな。で、夜が17時で。ん？そうそうそう。で、今日よりも開演が2時間ほど早いので、気をつけてください。来られる方は。あとは配信もあります。ちょっと緊張しますね、配信があるのは。品川で、ありがとうございます。本日は本当にありがとうございました。いや、マジでね、みんなのおかげだよ。頑張れたの。ファイト、ありがとう。おやすみ。おやすみ。あ、ちょっと壇上も呼ぶ。ちょっと待ってね。朝香さん、ビタミンさん、ハヤリンゴさん、マンモスピアーさん、N2F さん、ボンちゃんさん、ミューラッチさん、もとまちさん、くまねパパさん、マサさん、きなぺこさん、ピロミンさん、トールさん、ありがとうございます。尊い、ありがとう。おやすみなさいませ。じゃあちょっとスクショしといてください。今日の中村何しようかな。髪、おやすみ。うーん、おやすみ。 LOV あ、
おやすみ。おやすみなさい。マシーマシマシー。またねー。